ファインエア、または、ファイン航空は、かつて存在した、国際貨物航空会社。2002年に破産し、アロー航空と合併した。マイアミ国際空港から、南アメリカや中央アメリカへ貨物機を運航していた。ダグラス DC-8 から 54KN44UA ノースアメリカン265から60、セーバー、J. フランク・ファインは、1976年に2機の、 ボーイング707を所有するリース会社として、ファインエアの前身を設立した。ファインは、ラテンアメリカとカリブ海地域の12カ国で農業経営を行っており、作物をアメリカへ確実に出荷できる体制を整えた。1986年に、ダグラス DC-8 を整備できる施設を確保し、1992年11月に、 航空運送事業許可を取得した。1994年にマイアミ国際空港で最大の国際貨物航空会社として運航を開始した。1997年、J. フランク・ファインの息子であるバリー・ファインが社長に就任した。1997年の時点でファインエアはダグラス DC-8 を15機を所有していた。ファイン航空は実質、 その二人によって経営されていた。ファインエアは1997年8月6日に株式公開で123、500万ドルを手に入れたため新しい機体を買いヨーロッパ船の運航を行うことを計画していた。ファインエアはティッカーコードビゲフでナスダックに上場していた。1997年8月7日、 マイアミ国際空港を離陸直後のファインエア 101A 便が操縦不能に陥り墜落した。乗員3人と搭乗していた警備員、地上の1人を含む計5人が死亡した。調査により直前に機材変更を行っており、それを考慮せずに貨物の積み込みを行った結果、重心が後方に寄ったためだった。重心が後方だったため、機体は 近くくを制御できなくなり失速墜落した101便は滑走路の北側にあるマイアミシティレールヤードの南にある建物の上空を通過していた。また、混雑した NW25 番道路も通過していた。101便の飛行経路には2つの工場と商業施設、マイアミスプリングスなどの人口密集地があったが、いずれにも被害はなかった。 事故から45分ほどは墜落した飛行機は民間機であると思われていたが後にファインエアの貨物便であると確認された。FAA の責任者がファインエアの事務所から101便についての飛行記録を回収したが一部がゴミ箱から発見され隠蔽の疑いが生じた。最終的に隠蔽工作の罪で有罪判決を受け約500万ドルの罰金が科せられた。 ファインエアは墜落の翌日に IPO を取り消し、全額を投資家たちに返金した。9月5日には自ら運行を停止し、1997年10月に運行再開の承認を受けた。ロゴが消されたファインエア機ファインエアは、1998年7月にサザンエアトランスポートの買収を行おうとしたものの、8月に契約を破棄した。 1992年2月には、アロー航空を115万ドルで買収すると発表した。2000年の時点で、前年の1999年から約24万トンの貨物を輸送し、年間200万ドルの売り上げを出していた。また、週125便以上の定期貨物便を運航しており、900人以上の従業員を勤務させていた。2000年9月、 連邦倒産法第11章の適用を受け、2002年に、アロー航空と合併する形で倒産した。マイアミ国際空港に並ぶファインウェア機ファインウェアは101、A 便の墜落以前の1997年時点で、以下の都市に就航していた。ファインウェアの保有機材は、以下の通り。ダグラス DC-8 から51回ダグラス。 DC-8 から55回ダグラス DC-8 から61回ダグラス DC-8 から63回ロッキード L-1011 回ありがとうございます